オリビエ・シェーンフェルダーは、フランス出身の男性元フィギュアスケート選手。2008年世界フィギュアスケート選手権優勝。2007年ヨーロッパフィギュアスケート選手権優勝。2002年ソルトレークシティオリンピック。2006年トリノオリンピック。2010年、バンクーバーオリンピックアイスダンスフランス代表。パートナーは、イザベル・ドロベル。フランスのベルホールに生まれ。 6歳でスケートを始めた。当初はエムリン・ジローとカップルを結成していたが、やがて解散し、1990年にイザベル・ドロベルと新たにカップルを結成した。1994から1995シーズンの世界ジュニア選手権で初出場ながら4位となる。翌1995から1996シーズンフランス選手権ジュニアクラスで優勝し、 世界ジュニア選手権では2位となるなど頭角を表した。翌1996から1997シーズンより本格的にシニアクラスへ移行し ISU グランプリシリーズに参戦を果たした。1997から1998シーズンからは世界選手権及び欧州選手権に出場するまでになったが成績は振るわなかった。2002年 オリンピック初出場となったソルトレーク式オリンピックでは16位に終わる2002から2003シーズン ISU グランプリシリーズのラリック杯で2位となりフランス選手権では初優勝を果たした2003から2004シーズンにはグランプリファイナル進出を果たし2005年欧州選手権では初の表彰台となる3位となるなど躍進する2006年2度目のオリンピックとなった トリノオリンピックでは、コンパルソリーダンスで7位と出遅れたものの、フリーダンスでは2位となるなど巻き返し4位入賞を果たした。翌2006から2007シーズンには、欧州選手権で初優勝、世界選手権では自己最高位体の4位となった。2007から2008シーズン、オンドレネペラメモリアルで優勝、地元、フランスで開催された。 ISU グランプリシリーズのエリック・ボンパール杯では、グランプリシリーズ初優勝を飾り、次戦の NHK 杯でも優勝を果たし、5シーズン連続5度目のグランプリファイナル進出を決めた。グランプリファイナルでは、オリジナルダンスで自己最高得点を更新し、総合で3位、初のメダルを獲得した。前年度チャンピオンとして迎えた欧州選手権では、オリジナルダンスを終え主位となっていたが、 フリーダンスで逆転を許し2位に終わり、2連覇はならなかった。世界選手権では、コンパルソリーダンスから首位を守り続けて、パーソナルベストを更新し、初優勝を飾った。ちなみにこのシーズンのフリープログラムは手話を大胆に取り入れた実験的なものであった。優勝が続いた2008から2009シーズンであったが、グランプリファイナル後に悪化したイザベルの方の治療のため、フランス選手権、 欧州選手権の出場を見合わせた。バンクーバーオリンピックに出場し6位となった。その後、現役引退を表明。現在はプロスケーターとして活動している。ありがとうございます。